ヘルレスハウゼンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州北東部のベラマイスナー郡に属す、町村である。ヘルレスハウゼンは、北西のリングガウと南東の中林源の森自然公園を含む中林源の森との間に、位置する。町域の南は、ベラ川が境界となっている。ヘルレスハウゼンは、中林源州の軍独立市アイゼナウ派の地域と接して、おり、 その中核地区は、東南東に約1 0トルの位置にある。軍庁所在都市のエシュベーゲーまでは、北北西に約2 2トル、カッセルへは、北西に約6 0トルである。ヘルレスハウゼンは、北は、リングガウト、イフタ、東は、クロイツブルクとクラウトハウゼン、南東は、アイゼナ橋のバルタゲーリンゲン区、南は、ゲルストンゲン。 西は、ゾントラと境を接している。この町は、アルテフェルト、アルヒフェルト、ブライツバッハ、フラウエンボルン、ヘルレスハウゼン、ホルツハウゼン、ネッセルレーデン、マルカースハウゼン、ウンハウゼン、ビラースハウゼン、ボンメンの各地区からなる。ヘルレスハウゼンは、1 0 1 9年に初めて、寄進文書上に記録されている。この文書中で、この村は、 カウフンゲン修道院に寄贈された。この村は、1521年に世俗化されるまで、その当地下に泊まった。この村は、その後ヘッセンカスセル砲白領となり、霊園として、レッケロート家とベルゼーベ家に授けられた。ルードルフ・フォン・レッケロートは、初代霊園領主として、上官を築いた。ベルゼーベ家もこれに続いた。17世紀末にヘッセン・フィリップ・スタール砲白。 フィリップがこの城と所領を引き継いだが、後にアニカールから贈与として、これを獲得した。ヘルレスハウゼンは、第二次世界大戦後、東ドイツへ車で通過できる数少ない国境、検問所の一つとして、一般に知られるようになった。1956年1月16日に、ソビエトの戦争捕虜収容所からの602人の、 機関車を乗せた最後の鉄道がここに到着した。1970年12月1日に、アルテフェルト、アルヒフェルト、ブライツバッハ、フラウエンボルン、ヘルレスハウゼン、ホルツハウゼン、マルカースハウゼン、ネッセルレーデン、ウンハウゼン、ビラースハウゼン、ボンメンの11の町村が自由意志で合併し、当時3696人の自治体、ヘルレスハウゼンが成立した。 その40年後に人口3000人弱にまで減少した。ヘルレスハウゼンの町議会は15議席からなる。ヘルレスハウゼンは隣接するゾントラ及びネンタースハウゼンとともに2006年10月14日に目的連合自治体間共同作業を創設した。これ以後、これら3市町村は経済、文化、 余暇施設、農業といった分野での共通の課題について、積極的に処理を行っている。ラウヒレーデンは、ヘルレスハウゼンに隣接するゲルストゥンゲンの集落である。この町の紋章は赤字で、両側が、銀の円筒で終わる銀の京壁が描かれており、この壁には、金の閉ざされた門がある。その上には、二重のウェールシュ風ボンネット型屋根をいただいた、塔がある。 教壁はヘルレスハウゼンの教会墓地を囲んでいたかつての防壁を象徴している。もともとは1300年頃に建設された防衛協会であった現在の教区協会の内人等がこれを見下ろしている。赤と白はヘッセンの国の色である。この紋章の承認は1984年にヘッセン州内務省によってなされた。 ヘルレスハウゼンのパノラマヘルレスハウゼン近郊のベラ川が作り出した蛇行はクーヒエンシーバー・アウグステナウ城宗教改革が受け入れられヘッセンの修道院が世俗化された後フィリップ・ホーハクはグーとヘルレスハウゼンを部隊長ゲオルク・フォン・レックロットに霊園として授けた彼は1539年に主体にシュトック城を建設した 1558年のレックロットの死後フォンベルザーベ、家が風神としてこれを引き継いだ。彼らは上官に二億を増築して拡張した。1678年にベルザーベ家の男系後継者が断絶した後、ロとグーとヘルレスハウゼンは相続者のない霊園としてヘッセンイカッセル砲百カールに変換された。彼はこれを弟フィリップに始めは、 霊園として、後には所有権を授けた。これ以後、城と所領は、ヘッセンフィリップ・スタール・バルヒフェルト家の財産となった。1821年に城は、ヘッセンフィリップ・スタール・バルヒフェルト・ホーハク・カールの、創生した、最初の夫人、アウグステツ・ホーエン・ロー・エンゲルフィンゲンにちなんで、アウグステナウジョと名付けられた。ヘルレスハウゼンの戦没者墓地には、 1593人の主にソビエトの戦争捕虜が埋葬されている。ヘルレスハウゼン駅、ヘルレスハウゼンには、チューリンゲン鉄道のアイゼナウハとベーブラとの間にあたる駅がある。1656年1月16日にコンラートアデナウアーがモスクワを訪れて以降、ここで最後の戦争捕虜が解放された。ドイツ鉄道のインターシティモーやアイスモーの最寄りの 接続域は、アイゼナ廃域である。町域内には、アウトバーン A4 号線が通っており、ヘルレスハウゼンインターチェンジとボイメンインターチェンジがある。2005年に6車線への拡張に伴い、ヘルレスハウゼンサービスエリアは廃止された。その跡地は2010年に、公園施設、ブルクベルクが設けられた。将来的には、ボンメン付近で A44 号線が A4 号線から、 分岐することになっている。アウトバーンのボンメンインターチェンジから、電報道 B400 号線が始まる。ありがとうございます。